ちの部屋です。ゆめっちの森塩の周りめちゃくちゃ汚いじゃん。下水の匂いが上がってくるから蓋してんの。あ、なにこれは、このボードは。これは、うん、大阪。ああ、すごい、ゆめっちの若い頃のゆめっち NSC の時の。あ、これはね、ずっと引っ越し先まで持ってってんな。あ、でもゆめっち若いよ。あ、この時代あったね。懐かしい。あったよね。懐かしいな。あ、ここにラーメンあった。そう。でも私の家、鍋とか、うん、電子レンジとか冷蔵庫がまずないのよ。いや、そうだよね。思ったわ。あの、なんかラック置いてあるとこが多分冷蔵庫置き。いや、そうだよね。冷蔵庫置き。めちゃくちゃ洋服置いてあるけど、洋服とかあの棚用じゃないでしょ絶対。棚っていうかラックというか、なんか、ないから。え、じゃあどうしてんのそのこれ、そういうさ、あの冷蔵庫とかないじゃん。ないから、うん、か常温で食べれるやつを置いてる。これ昨日のスパム。そうだよ、今日食べようと思って。ここが冷蔵庫、イメチの。ここさ、枕元が冷蔵庫。でもこの部屋に家電とかを揃えたくないのよ、まだ。あ、もう不満があるから。もうこの部屋、でも私結構綺麗だけど、なんかすごい服のや服だね。そうですね、これすごい。洗濯して置いてるやつです。あの、もう着れるやつ。すごい服の量だし、え、これ全部着れるんだ、はい、で、こっから出してるの、いつも。そうそう、いつも、あ、今日どうしようかなって。うわあって、あ、いいじゃんいいじゃんっていいじゃんってあって、ズボンは。うわ、すごいな。すごいね、服めっちゃあるね。服、こないだ数えたら、うん、134着。でも、あの、70着捨てたの。捨てたって、あの、売りに行ったの、リサイクル。古着屋さんに出したんだ。そうそう。出したの。すごい。また買っちゃうから、明日。明日買うな、また。明日また買っちゃうな。10着ぐらい一気に買っちゃうから。え、明日なんか買う予定があるってこと？そう。もう買おうとしてるんだ、それを。ここは何？クローゼット。クローゼットです。あ、かけてはいるんだね、中に。すごい、もう開かないじゃん、クローゼットが。開かないのよ、普段。当たり前のように。ああ、もうスカスカだね、クローゼットは。ね、もうちょっと入れてあげて。びっくり。なんでその棚だけ全部綺麗でさ。そうなの。あ、かわいいね、すごい。これ？うん。これ、あの、ガルフィンっていうワンちゃんの大型犬っていうサイズなんですけど。うんうん、かわいい。かわいい。なんか、レーサーみたいなアウター。でも一回もさ、これ着てるとこ見たことないかも。1回だけ着ましたね。あ、やっぱその1回だけしか着てない洋服多いね。多いね。だから綺麗なままちょっと残ってるのが多いかもないや、綺麗なままじゃないんだけどね。全然綺麗なまま残ってる服はないんだけど。ない。フォアクローゼットね。あ、シャワールーム。あ、一回シャワールーム。そうだそうだ。すごい、なんか落ちたよ。大丈夫。シャワールーム、はい、ここです。あ、お風呂じゃなくてシャワールームなんだ。そうなの。結構トイレ、浴槽がない。え、上にもう一個シャワーある。いいよね。なんで？いいね。だよ、水圧弱すぎて使えないの。あ、そうなんだ。じゃあ下のやつを使ってるんだ。そう、主に。え、ちょっと出します。はい、すごい。あの、洗濯とかトイレした後だったら もっと少ないんですけど、うん、上からちょっと上の下待って。あ、え、どっちどっち。あ、下下です。あ、今下から出た。これがマックスなの。え、わかる。え、これでシャワー浴びてるの、うん、そうだよ。そう、めちゃくちゃ地味じゃない、これ。しかも、うん、ヘッド変えてんのよ、水圧強くなるやつ、うん。で、これ水圧強くなるやつって、それ、うん、やばいね。で、上はその出るは
から出るんだ、上のシャワーは。上は、え、どうやって出るんだ。怖い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 、怖いね。ちょっと待って、そっちの方が強いかも。そうで、今気づいたの。いや、こっちの方が強いじゃん。強いかも。シャワーとして、うわ、初めてだ。初めて、お引っ越すのに。そっちのシャワーが出るのも今知った、もしかして。知った。えー、こっちでも全然水圧あるよ。本当だ。水圧っていうかシャワーっぽいよ。はこれ、どすごい。よし、すごいすごい。あ、お風呂はないんだね。だから私はあの嫌いだからいらないの。いらないよね、確かに。そう、これあれじゃない、トロンボーン。そう、今隣に人がいるので、うん、そうね、じゃないんですけど、これは15万円で買ったトロンボーン。トロンボーン、そう、見る、意味ちょっと開けてもらっていいですか。なんかいけます。大丈夫。よし、私あの6年間、うん、トロンボーンを吹いてたんですよ。そうだよね、中高吹奏楽部で。そう、トロンボーン、あ、す、あ、すごい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 よね。すごい、中古で買ってるから、まあちょっとメリメリっていうのはあるけど、うん、全然綺麗なのね。マジでガチのトロンボーンだね、本当。そう、ガチトロンボーン。なんか赤いやつ持ってたじゃん、ちょっと。ああ、あのプラスチックの、プラスチックのね、なんかもうパーティーとかで拭くやつね。うん、それはね、そこに寝てる。それもあるんだ。もう見えないのよ、全然。おお、すごい。はい、でも吹けないもんね。一応そう、だからカラオケとかで吹いてる、うん、ああね、だからあのね、YouTube とかでもトロンボーン吹いてる動画とか、あの載せていきますね。そうね、トロンボーン動画、せっかく買ったからね、トロンボーン動画、うん、アップしてもいいかも。基本全部机みたいな感じなんだね、ベッドも。あ、そう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 。机もないもんね。机、何、机いるでしょ。机いるよ。あの間違えて、私シングル、うん、セミダブルか、うん、セミダブルのベッド買おうとしたらダブルサイズの。あ、確かにベッドは大きいよね。ベッド買っちゃって、うん、私もめっちゃ適当だから、あ、いいじゃんいいじゃん、なんかなんだっけな、そのセミ、うん、シングル、セミダブル、ダブルみたいなサイズの表があって、うん、ダブルっていう文字があったから、うん、ポンって押しちゃったの、うん、したらセミダブルじゃなくてダブル。ダブル、まあでも大きいね、ベッドは確かに。そう、これがベッド、そのもう半分でもさ、そのダブルの部分の半分はもう洋服とか物だね。そう、洋服だね。すごいな、すごい。これがゆめっちの住まい、家か。あのやっぱさ、うん、せっかくこんな足元の悪い中来てくれたじゃない。だから、まあ、足元今悪いですよ。ここが足元悪い、すごく悪い足元が、うん、せっかくなんで、うん、おもてなしさせていただきます。おもてなし、はい、いつも食べてるものというか、うん、ここに来たら絶対食べれるものを、うん、かなでちゃんに、食べてもらいます。はいはい、火力とか使わずに食べれるもの。そうだよ、何もないもんね。友情が深まるご飯として舐める。ねえ、もう本当死ぬって。